はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の事件はつい先月に起きた奇妙な事件、千葉県カニバリズム事件です。この事件は当時45歳の女が高齢の母親を殺害し、遺体をバラバラに損壊した上一部を食べたという驚愕の事件ですが、未だはっきりとした動機は明らかになっておらず、容疑者の女は奇妙な発言を繰り返しています。一体なぜこの女は母親を殺害して食べたのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2023年6月28日午前11時頃、千葉県市川市の交番にジムのインストラクターの女 A 当時45歳が親族を伴って訪れ、母親を絞め殺したと自白したことで事件が発覚した。警察が現場に急行すると、 A の自宅マンション浴室のバスタブ内に大腿骨や頭部などバラバラになった遺体が入ったビニール袋が十数個あるのが発見され、その遺体は A と同居していた母親当時75歳だと判明した。その後警察は A を死体損壊遺棄殺人の容疑で逮捕し、 A に事情を聞いたところ、霊媒師になるために母親が邪魔だったので殺した、母親を切断して遺体の一部を食べたなどと供述したため、確認すると実際に遺体の一部にはかじられた形跡が見つかった。しかし A をよく知る人物によると、殺人を犯すようなタイプには全く見えなかったとされ、あるスピリチュアル団体に傾倒していた事実があったことから、何者かの洗脳によってこのような犯行に至ったのではないかとの見方が浮上している。この事件は現在も動機の解明に向けて捜査中となっているが、黒幕的な存在がいるのかについてはまだ明らかになっていない。事件の経緯。現場となったマンションは11年前に建った高級マンションで、東京メトロ東西線南行徳駅から南に約650メートルの住宅街にあった。 A の一家は8年ほど前までこのマンションから 1.5 キロほど離れた戸建てに住んでおり、祖母と両親、そして兄とその子供2人という7人の大所帯で生活していたが、父親がマンション2階の部屋を購入し、引っ越すタイミングで認知症だった祖母は老人ホームへ入所し、兄とその子供は別の場所で暮らすことになった。しかし間もなくして、以前から体の具合が悪かった父親はさらに体調を悪化させて亡くなってしまい、その後を追うように祖母も亡くなったことから、事件当時 A は母親と2人で暮らしていた。犯行前日6月26日東京都江東区にある有名ジムのインストラクターを務めていた A は、翌日27日にレッスンが予定されていたが、自身の都合で休むために急遽代行を探していた。その後結局代行は見つからず休校となっているが、責任感の強い A はこれまでに代行を引き受けることはあっても、自分が休むために代行を立てるようなことはなかったため、レッスン生の一人は少し違和感を覚え心配になって LINE をしたものの、既読になることはなかった。6月27日、時間帯はまだ不明だが、A は母親がベッドにうつ伏せで寝ているところ、手で母親の首を絞め、さらに腕を首に回して絞めて殺害した。その後、自宅にあった包丁を使い、首や腕、足を切断し、10袋以上のビニール袋に仕分けして、バスタブの中に入れているが、驚くことに、その遺体の一部を食べたとされ、他の一部も後で食べる予定だったという。A の逮捕後の供述によると、霊媒師になるために修行に行く必要があり、母親がいるといけないので殺したと動機を述べ、霊媒師になる理由については、母親の調子が悪くて窓を閉めっぱなしにしていたが、霊媒師に見てもらったら母親の調子が良くなったからなどと意味のわからない供述を繰り返しているが、遺体を食べた理由については現在も謎のままとなっている。容疑者 A。 殺人容疑で逮捕された A は、地元の小中学校を卒業後、同じく地元の私立大学に通っていたとされ、幼い頃は誰かに会えば必ず挨拶をする礼儀正しい子で、性格も明るかったが、中学時代はおとなしい印象だったと当時を知る近隣住民が語っている。また昔からスポーツが好きだったこともあり、
高校卒業する頃には毎日競輪選手みたいな格好でロードバイクに乗って出かけており、大学を卒業後にヨガのインストラクターになると趣味のダイビングをしによく沖縄の海に潜りに行っていたという。ちなみに父親は有名私立大学を出て外資系の大手メーカーに勤務し、海外生活も長いエリートだったとされ、母親は専業主婦だったが、夫婦ともに自宅に事務用のトレーニング機器を揃えるほどのスポーツマンだったという。事件当時、 A は都内を中心に事業展開している大手フィットネスクラブに5年以上勤務し、江東区にある複数のジムでヨガやズンバと呼ばれるラテン音楽とダンスを組み合わせたインストラクターをしており、エネルギッシュで教え方がうまく、見た目はボーイッシュで中性的なタイプだったとされ、男女問わず熱狂的なファンもいた。一方、A は自分の考えを貫く頑固な一面もあったとされ、特にコロナに関しては、あんなもん全部嘘だから、ワクチンだってそうだよ、みんな騙されてるからとずっと言っており、自分が発熱した際にも検査などは受けず、コロナに対してかなり否定的な態度だったとの情報がある。また、レッスンが終わると A はすぐにシャワーを浴びて帰るなど、プライベートを知る人物はあまりいなかったとされているが、ある日、自分はもう結婚しない、独り身でいるつもりと話していたことから、交際している男性などはいないと見られている。実は2023年4月頃、 A にある異変があったという。 A が勤務するジムの関係者によると、妙にテンションが高かったり、ベタッとすり寄ってくるなど情緒不安定な時があったとされ、事件直前に行われたレッスンではずっと独り言をつぶやき、私のことを忘れないでねと意味深な発言をしていたため、レッスン生が戸惑う場面があり、事件前から A はかなり痩せていたことから、レッスン生の間では何か悩みを抱えているのではないかとの噂もあった。母親の人柄。殺害された A の母親はマンションに引っ越す以前、スポーツ施設のテニスクラブに通うなど活動的な性格で、同じ年配の友人と集まって楽しんでいたという。しかし一方で、 A が幼い頃から母親と父親は不仲だったとされ、頻繁に夫婦喧嘩をしており、家の外まで聞こえるほどの大声で母親は怒鳴り、食器を投げるような音が響いていたこともあったと当時の近隣住民は語っている。 A はそんな一家が周囲からどう見られているのか、幼い頃から冷静に見ている節があり、どこか線引きしているような印象があったとも語っている。また、マンションに引っ越す 2,3 年くらい前から、 A の一家ではいろいろなことが重なって起きており、結婚して独立していた兄が幼い子供を2人も連れて戻ってきたため、その子供たちの面倒を A が見るようになり、母親の祖母とも同居を始めるなど、生活が一変する中、父親の病状が悪化して体がだんだん動かなくなったことで、一家のストレスがたまり、母親は祖母に対して頻繁に怒鳴り声を上げるようになったという。一家をよく知る人物によると、当時の A はそんな家族の恥ずかしい部分を周りに隠しておきたいという気持ちがあったのではないかとも語っているが、現在まだそのような供述は得られていない。スピリチュアル団体。実はこの事件が起きた要因の一つに、あるスピリチュアル団体が関わっているのではないかとの見方がある。その団体とは、男性シンガーソングライターが主催する団体で、この男性は音楽活動歴30年、シャーマン歴20年と歌い、条例や浄化と称するライブを行い、全国各地でスピリチュアルな内容を中心とした講演会も行っている。この男性によると、幼少期から数多くの心霊体験を重ね、いろいろな異次元存在たちとの対話が始まったことから、その対話の中で知ったことを伝える目的でこの団体を主催しているという。また、この団体はいかなる宗教団体にも属していないとも謳っており、宗教団体設立を目的とした活動には一切関与していないと、宗教団体ではないことを強調している。そして、この団体に A は事件の数週間前から傾倒しており、事件直前の数日間はこの団体が投稿している SNS の内容をいくつもシェアし、さらに犯行前日にはこの団体が京都で行った講演会のお礼の投稿に対し、お疲れ様でございます、
見守りくださり感謝していますとコメントを残すなど、 A はかなり熱心だったとされ、3万人ほどいるとされるメンバーの中ですでにトップファンの位置にいたとされている。このように A はこの団体にかなり傾倒していた事実が発覚したことから、何かしらの洗脳によってこの事件が引き起こされ、条例や浄化の目的で遺体を食べたのではないかと指摘する声がある。事件の真相とは。実はこの事件を起こした A は事件前、母親の介護や家族の問題で苦労しており、特に母親との関係がうまくいっていなかったとみられ、お母さんが子供みたいにわがままになっていると愚痴をこぼしていたとの情報がある。そして一部報道によると、 A はうつ気味だった母親の除霊をするため何度も母親を連れて霊媒師の元を訪れていたとの情報があり、この霊媒師の影響も噂されたが、最後に会ったのは約2年も前だとされている。また A の知人によると、 A は今年の3月頃から占いや霊視のような勉強会に行っており、ジムに来ていた高齢男性に墓について熱弁するなど、 A は霊媒師のようなシャーマニズムに傾倒していたことは間違いないとみられている。果たして A はなぜ母親を殺害したのか、遺体を食べた目的は何だったのか、この事件の真相とは。この事件は遺体を食べるといった猟奇的な側面が影響しているのか、犯行の裏に霊的なものがあったと噂する声があります。実は事件のあったマンションでは約5年前の冬の夜に、30代の韓国人女性が50代の日本人の夫を刃物で刺す事件があったとされ、幸いその夫の命は助かったものの、今回の事件が起きた部屋と同じフロアだったといいます。またこのマンションの近辺では奇妙な事件が多発しているとされ、20年近く前にはとある大きな事件の関係者が自ら命を絶っており、英会話スクールの外国人講師が殺害される事件も起きているため、霊的な呪いによって今回の事件が起きたのではないかとの噂があります。個人的にはこのようなオカルトに興味はありませんが、母親を食べるといった行為があまりにも奇妙なため、このような噂が出ることは理解できます。私的にはやはり事件前に傾倒していたとされるスピリチュアル団体の影響が強い事件のような気がします。この団体が殺害を指示するようなことはおそらくなかったと思われますが、A が何か間違った捉え方をしたことによって、霊媒師になるには生贄的なものが必要だと感じ、母親を殺害したのではないでしょうか。この事件は現在も捜査中のため、これから真実が明らかになっていくと思われますが、A に関する記事で少し気になる点があります。その記事によると、A は事件の数年前から野菜や魚しか食べず、肉を食べないペスカタリアンだったとされ、周囲の人間も A が肉を食べているのを見たことがないと言います。これが事実であれば、牛や豚、鳥などならまだしも、人間の肉を食べるといった行為を自分の意思で行ったとはやはり思えません。実はインドのヒンドゥー教徒の多くも菜食主義であるのに対し、ある宗派では霊力を高めるために遺体を食べるといった行為が行われているとされています。このことからも、やはりこの事件の裏には何かしらの宗教じみた教えに洗脳されていた可能性が高いことがうかがえるため、 A の供述通り、仮に霊媒師になるために殺人を匂わせる助言をしていた人物がいたとすれば、捜査の行方によっては洗脳していた人物が殺人教唆の容疑で逮捕される日が来るかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。